9月13日から始まったサンフレッチェ広島の2024年シーズンチケットの販売が12月27日で終了しました。気になる販売枚数ですが、過去最高を記録したようで、なんと 11,862 枚となりました。シーズンチケット販売枚数の歴史と他クラブとの比較をご紹介します。販売枚数の実数発表が開始された10月23日からの販売枚数と販売率になります。3次選考のバック指定席とバックゾーンを購入していた方のほとんどが継続してシーズンチケットをご購入いただけたようです。4次選考のサポーターゾーンの方も継続してご購入されています。またシーズンチケットの購入座席を増席された方もおられ、1000席程度増えています。そして6時の新規購入者が3000人程度おられ、街中スタジアムの期待感の高さが感じられます。サンフレッチェ広島のシーズンチケットの販売枚数の推移になります。 J1 昇格、初優勝、連覇、3度目の J1 優勝と黄金期に当たります。 ACL 初出場で話題になった2010年に4000枚弱を記録しましたが、初優勝時には3500枚まで減少。森保監督からシーズンチケット購入のお願いもあり、2013年は4731枚と過去最高を更新。2015年の3度目の優勝はチャンピオンシップで地上波放送もあり、翌年の2016年は5400枚と過去最高を記録しました。その後は森保監督解任、降格争い、コロナと厳しいシーズンが続きました。2023年はシーズンチケットを購入すると新スタジアムの購入権利が特典としてあったので好調な売れ行きだったようです。過去最高の 11,862 枚を記録したシーズンチケットですが、他クラブはどの程度の売り上げなのでしょうか。入場者数ナンバーワンの浦和が2万枚と圧倒的な売り上げを誇ります。シーズンチケットのベースが非常に高いため、入場料収入が高いレベルで維持でき、安定的な経営を支えています。次に川崎フロンターレなどはシーズンチケットが抽選制となっています。抽選により新たなファンを呼び込めることができます。また固定のファンサポーターの占める割合が高くなりすぎると、新たにスタジアムに行く里が減るため、将来的には観客数の先細りというリスクもあります。サンフレッチェ広島の今年のシーズンチケットは 11,862 枚で、総座席数に占める割合は 41.59% となっており、これ以上高くなるとサポーターの新規開拓の機会が失われるデメリットもありそうです。そして J リーグで上位にいるクラブは平均1万枚売り上げています。各クラブのシーズンチケットの特典やチケット割引の違いもあるので一概に言えませんが、上位クラブと対等になるにはシーズンチケット販売枚数1万枚が今後の目標になってきそうです。サンフレッチェ広島のシーズンチケット販売枚数についてご紹介しました。